矢を支配するのはこのディアボロだ。な、何？命を運んでくると書いて運命。よくぞ言ったものだ。俺が目指すものは絶頂であり続けるか。今回の動画は前半ソロ、後半ペア戦のディアボロだよ。ディアボロは今シーズン後半の調整でガード成功時の精神力回復量がアップ。現在は精神力最大値の約半分、通常攻撃4発分回復するように。ディアボロの場にシングは構え中の精神力消費が激しいが、成功時に一気に回復するようになり、反撃の手数や継戦能力が増加した。特別に相手をしてやる。時は予測できる。少し遊んでやろう。開幕上太郎と接敵したが、こちらの体力はすでに十分。そして強化された今のディアボロなら上太郎であっても真っ向勝負を恐れる必要はない。このまま攻め続けて時と目を持っていない今のうちに型をつける。これで終わりだ。まずは上太郎を撃破。周囲のダービーの資格も合わせてチップ大量確保だ。残ったダービーの資格も回収して中盤以降に備えよう。む、誰かが接近してきている。こちらがよく見えていないのか、接近戦を挑む気か。攻撃した。お前は死ぬ。待てだ。チャンスをものにするのか。この場所はダメだ。アナスイを倒したのはいいが、近くに潜んでいた川尻が奇襲をかけてきたか。戦えない体力ではないが、さらに別方向からもう一人の気配もする。ここはさっさと下がって回復を優先した方がいいだろう。何？お、どこかで多分さっきの川尻がやられたようだな。そして一人脱落して残り人数3。誰が残ったにせよ厄介なバイサーダストが減ったのは好都合だ。まだまだエリアは広いが決戦は近そうだな。さて、物陰に警戒しながら残りのキャラの確認をしていこう。おっと、誰かがこちらを狙っているな。ポルナレフは剣心飛ばしに気をつければ殴り合いで有利な相手だが、向こうはこちらに残ってほしくないだろう。少し殴って黙らせておくか。絶頂のままでいい。私はシルバーチャリオッツ。これはなんだ、どうしたんだ。なんだ、さっきのポルナレフが隠れていた最後の一人をアルティメットで仕留めたのか。キングクリムゾン。ならばもう2発叩き込めば肩がつく。何かわかるくらい。何？だ、倒れない。なんだと。あのポルナレフ、カラーは全く同じだが、最初に殴った方とは別なレフ。確かなことは、相手はもうアルティメットを使っているということ。過去バラバラにしてやっても、石の下からミミズのように吐いてて。ディアボロ貴様、お前が下だ。ポルナレフ野郎、今度こそは逃がしはしない。とどめだ。未熟な俺の過去、この時点で俺は乗り越えた。全く同じカラーのポルナレフとの2連戦を制して勝利。最後のポルナレフはこちらが交戦している近くで隠れており、アルティメットで2枚抜きを狙っていたというのが事の真相だ。たとえ連戦であっても、もっとディメンションやバニシングが使いやすい地形に持ち込めば有利に戦えたので、どんな状況やキャラが相手でも最大限力が発揮できる状況を意識するのが今回の教訓だな。それでは次の対戦行ってみよう。今度の相方はミスタだよ。おっと、早速すぐ近くにプレイヤーが来ているな。しかし最低でもレベル2でバニシングを解放しなくては、まともに戦うことはできない。まずは無理をせずに安全な場所のダービーの資格から回収しつつ、周囲のアイテムも漁ろう。さっきのハイディオ様はまだこっちにいるようだな。ここは前線を張って相方に近づかせないようにしつつ、射撃をしやすい状況を作っていきたい。打ち込んでやるぜ、だんだん命中。いい仕事ぶりだ。おお、一瞬の隙を相方が逃さずハイディオ様をダウン。ここはすぐに敵のペアを警戒して再起不能までの時間を稼ごう。どうやらあの館にいるキラがそうっぽいな。しかしこの地形で相方の射撃をかわして救出に向かうのはまず無理だろう。よし、これでハイディオ様のチップをゲット。まだチップが欲しい状況ではあるが、ちと時間をかけてしまったので、キラの追撃よりもアイテム集めを優先した方がいいだろう。
これまで弱体化や微調整のようなアプデが多かったディアボロだが、今シーズンは明確に使用感が向上する強化をもらえた。今シーズンは新キャラ川尻や超強化されたアブブルが猛威を振るっている環境であるが、ディアボロはその二人との相性が何かと悪い。川尻の空気弾はバニシングでガードすることができず、バイパーダストが残っているとディメンションを使って撃破まで持ち込んでも勝負を決めることができない。そしてアブブルの射撃も足元を狙って爆風で攻められるとガードできず、距離を詰めようとしてもこちらの射程より一回り以上長いレッドバインドで動きを止められサイド距離を取られる。川尻アブブルもシーズン後半の調整で微弱体化されはしたが強さの根本は変わっておらず依然として苦しい相手。エリアが広いうちは安易に正面から攻めずに攻撃をしのぎ、後半狭くなったエリアでディメンションやバニシングで至近距離の戦闘に持ち込みたい。しかし今回の強化はやはり大きく、これまで同等もしくはそれ以上に戦えたキャラに対する優位性はかなりのもの。バニシングが成功した際の手数が増えたことで知名度を狙いやすくなり、多くのキャラにとってディアボロとの接近戦は相当なプレッシャー。ガード可能な射撃持ちや超リーチのキャラに対して距離を詰める際も精神力が切れにくく立ち回りやすい。って。おいこら！やるな！え、なに？この状況。そもそもあのジョルのどこから這いずってきた？編集中いろいろ考えたがどうやらジョルノが建物の裏に隠れていたが瀕死なので出るに出れず、エリア外でダウンして助けてもらおうとしたところを私に見つかったらしい。思いがけずチップを入手できたが建物に潜んでいた別の敵に相方が攻撃されてしまったし、アブブルのペアもまだ残っている。ここからが正念場なので気を引き締めていこう。さて普段なら交渉を取るのが有利だがアブブルがいる状況ではそうとはいかない。ここは相手の射線に入らないようにしながらエリアが狭くなるまでの時間を稼ごう。最後のエリアは上にペアがいるこことは違う建物だな。最後の安全エリア方面の建物にも誰か潜んでいることが分かっているので迂闊に階段を登ったりしない方がいいだろう。勝負は敵ペアがいる建物がダメージエリアに飲まれて降りてきた瞬間だな。まだだ。まだ準備はできていない。このまま近づいて。こいつを叩く。このままでは済ませるわけにはいかない。マジシャンズレッド。射程内に入った。キングクレムゾン。誰だろうと。この俺を止めることなどできない。時を指導しろ。何しやがった。何が起きたか分からず。近寄るな。完全に予測できるぞ。残り一人弾丸だ。決して逃がしはしない。シアハートアタック。乗り越えられないことなんなんだと。私の正体を感じる者はこの世に存在してはならない。まずはディメンションで最も厄介なアブブルを排除し残ったジョリーンをバニシングで撃破。最後の一人のキラがシアハを使ってきたのであえて突っ込んで接近戦で削り切って勝利。どうせシアハはガードできないので攻撃に振り切ってダメージを与えておけば、もしダウンしてしまっても相方の追撃により撃破してもらいやすい。激しい戦闘の中倒れることなく勝負どころまで戦線を支えてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。